STX2 のモデルズベロ毒素とは、一部の腸管出血性大腸菌が産生し、菌体外に分泌する毒素タンパク質で VT の省略形。一部の赤痢菌が産生するシガ毒素と同一のものであり、シガ様毒素とも呼ばれる。深核細胞のリボソームに作用して、タンパク質合成を阻害する働きを持つ。影響を強く受ける臓器は、大腸、脳、 腎臓で、出血性の下痢、急性脳症、溶血性尿毒症症候群などの様々な病態の直接の原因となる病原因子である。なお、シガテな食中毒の原因物質の一つである、シガとキシンとは別の物質である。アヘイクの病原因子を探索する過程で、不死化細胞のベロ細胞に対して、窒性の細胞毒性を持つものとして発見された。 ことから命名された。VT2 のリボンモデルアヘイクが細胞内で酸性し、菌体外に分泌するタンパク質性の外毒素であり、互いによく似た構造を持つベロ毒素1とベロ毒素2の2つが知られている。毒素が酸性される時期と菌体外への分泌タイミングが異なっている。もともと毒素酸性能を有していなかった大腸菌や赤リ菌が、 ベロドクソの酸性能力を獲得したのは、細菌が薬剤耐性を獲得するのと同一の水平電波というメカニズムによって行われたとされる。これは、ベロドクソに関連する遺伝情報がファージ上の遺伝子に組み込まれていることから、アヘイクはセキリ離キ菌からはファージを介して伝達された可能性が高いと考えられている。ベロドクソの作用メカニズム正常な細胞のタンパク合成。 ベロドクソによる、タンパク質合成阻害。詳細は本文を、参照正常な細胞では、DNA から転写されたメッセンジャー RNA は、リボソームにおいて読み取られ、アミノ酸が結合したトレナの働きによって、メッセンジャー RNA の配列に応じて、アミノ酸の鎖が伸長していき、ペプチドからタンパク質に翻訳される。アヘイクから分泌されたベロドクソは、5つの、 B サブユニットによって、宿主細胞の細胞膜にあるガアングリオシドの一つで、ある、ギガバイト3に結合し、エンドサイトーシスによって、細胞内に取り込まれた後、A サブユニットだけが細胞質に入り込む。A サブユニットは、深核細胞のリボソームに含まれる 28S リボソーム r n a のうち、4324番目のアデノシンに作用して、その糖載を切断し、 アデニを切り出す活性を持つ。わずか1塩基の変化であるが、28S リボソーム、RNA のこの領域はリボソームにとって重要な領域であり、この1塩基の変化で、新しいアミノアシルトレナがリボソームに結合できなくなる。このため、タンパク質の伸長ができなくなって、タンパク質合成が阻害され、最終的に細胞はアポトーシスを誘導され死滅する。この ベロドクソの作用は、ヒマシュシに含まれる猛毒の植物タンパク質として知られるリシンと共通するものである。リシンの活性サブユニットもまた N ぬ、グリコシダーゼ活性によって 28S リボソーム RNA の4324番目のアデニン切断によるタンパク質合成阻害を行うが、リシンの場合は A1 倍とこからなるベロドクソと異なり、 一つの活性サブユニット差と、ジスルフィド結合した一つの結合サブユニット差から構成されており、細胞内に輸送される過程が、ベロドクソとは異なる。アヘイクや、セキリキンが主に腸内で産生したベロドクソは、腸管上皮細胞に作用して出血性の下痢を起こす、だけでなく、その一部は、血液中に吸収されて全身に移行する。ベロドクソの受容体である、 ギガバイト3アングリオシドは特に内皮系の細胞に多いことが知られており、これらの細胞が多く、また毒素排出に重要な機能を担っている腎臓にベロ毒素が作用すると溶血性尿毒症症候群を起こす原因になる。他、脳では急性脳症が引き起こされる。アヘイクによる感染時には体内から速やかにベロ毒素を除去することが重要である。 この目的で活性炭を傾向投与し、腸内に分泌されたベロ毒素を吸着して取り除く治療が行われている。HUS による人工透析を実施している場合には、血中からの毒素除去も行われる。一方、感染症の治療法として一般的な抗生物質の投与については、腸管内でアヘイクが死滅する際に大量のベロ毒素を放出するとの考えから、 使用すべきでないという意見がある。ありがとうございます。